今回は、プロビデンスガンダムの一目でわかるラスボス感は最高、に対する反応集をご紹介します。強い、確信。この重装備たまんねえ。カラーがジオングと一緒と聞いてびっくりした。確か当時事前情報ほぼなしでいきなり現れて味方陣営ボロボロにしていったんだっけ、このラスボス。バスターガンダムを反壊させて、エターナルに通打を与えて、キラのミーティアを破壊して、フレイを殺してキラの心にとどめを刺す。大体こんな感じでめっちゃ暴れ狂った。ムーンのストライク損傷させて連合のストライクダガーも三隻同盟の M1 アストレイもジッパヒトカラゲに撃墜してたも追加で。悪趣味とは思うけど、フレイを助けられたとアンドさせた後キラの目の前で撃墜するの好き。その気になればフレイ失った直後で呆然としてるキラも余裕で殺せたからな。使えるさ。あの男にできて私にできないはずがない。このセリフ払うのムーヘの敵対心派もちろんだけどある。フラガのクローンであることヘの教授と恨みもこもってる名セリフだと思う。己を誇ろうとする言葉が自分が最も憎む男ヘの惨事にもなるのが悲しすぎる。何気に急増ってよ。それでパイプ剥き出しなのかって感心した。本来の仕様で出撃してたらどうなってたんだろう。本来なんてあるの？後付けじゃないの？もともと破格闘戦特化型だったノークルーゼ登場が決まってから大規模回収。ドラグーンすら特艦なんだっけ？格闘機に無理やりファンネルを乗っけた。後付け、ドラグーンが。本来破格闘機じゃなかったっけ？ゲームオープニングにちょっとだけ出てくるバックパックなしのプロビデンス。あんま格闘機っぽくないな。ビームサーベルいっぱい持ってたって設定。どこかで拾われてもいいと思うけど旧仕様派まだ出ないね。格闘機ってのはどこに乗ってたの？シードモビルスーツエンサイクロペディアが初だったはず。サーベル背負ってるのは04年の終わらない明日へ。ドラグーンユニットが後付けなのは HG。胴体部分のエネルギーパイプっぽいのがむき出しなのは仕様？胴体にパイプがついてるのは急遽仕様変更したせいだって。急な仕様変更で量子コンピュータのケーブルを走行下に入れられなかった。フリーダムとジャスティスの同期の割に一人だけパイプむき出しだったりバランスが微妙に悪かったり突貫機な炎症派確かにある。背中のドラグーンだけで訪問数43というやけクソみたいな設計好き。クルーゼが使いこなせなかったらあの世界のミリオタにロマンに走りすぎたネタ兵器扱いされてそう。バックパックのドラグーンじゃないところってなんでこんなにでかいの？なんかあったっけ？ドラグーンの急速充電器とその大きさで機動性落ちてるから補うための大出力スラスター。プロビ初登場ドラグーン初使用で大暴れする仮面なんなの？急遽仕様変更だとするとあそこまで働いたプロビ本体も大したもんだ。大型化してしまったビームライフルと盾と一体化させたサーベルたまんねえな。ネタバレがほとんどなかったのは最後の最後までデザインが決まらなかったから。ただそれのおかげでサプライズ気味に登場できたので結果的にインパクト残せたという。正確に話す予定なかったけどガンダムじゃないとキラたちに太刀打ちできないよねって福田が思って大河原にデザイン依頼したからだな。一週間でデザインして設定とか組んだからにはしか出れなかった。一目でジオングオマージュかってわかるカラーリングと特性好き。誇張抜きでこいつ一気で戦場を支配したよ。お顔は意外とファーストにちょっと似てるんだよね。背中のドラグーン外してファーストカラーにするとすごいヒロイックな外見になるのよね。大暴れしてたミーティアがガンガン剥がされてたのはやばかった。小型ドラグーンのビーム一発で普通にモビルスーツに致命傷与えられるの怖すぎませんかね。やっぱロボットものにおいてラスボス機体のインパクト派大事よね。ごつくて悪そうで武装積載型で、それでも強くて最高っすよ。プロビデンス自体派ザフト CG の雛形ってことで納得できるが、ドラグーン派そもそも誰に使わせるつもりで開発してたんだ。こんなもんすぎる。だって連合のナチュラル風情がモビルアーマーごときでモビルスーツと渡り合えるくらい強いし、2年後には普通にセカンドシリーズに搭載してるあたり技術の進歩ってすごいね。
続編の純章の強さはこれとやりあったからなしょあると思う。ビームの雨あられが四方八方から来るのを回避した経験あればそや大抵のモビルスーツ戦波動とでもなる。ついでに経験したせいで同じようにドラグーン使えるようになった。取り回しの悪いデカイライフル、サーベルと一体の小さなシールドって絶妙に使いづらい気がする。ドラグーンで補えるから取り回しの良さなど不要、大出力で叩っ切ればいいのよ。ライフルの射線にドラグーンで敵を追い込む、逆も可能、から威力重視にしたのかも。シールドとサーベル派、どでかいライフルで持ち替え派不可能だから一体化したとか。ドラグーン自体派実はそこまで高出力じゃないらしいね。装甲薄いアストレイとか電子機器詰まってて脆い顔とかに直撃させれば破壊派できるけど、フェイズシフト装甲相手には大ダメージにはなるけど致命傷にならなかったりしてるし、まるで太陽を背負っているようなバックパック、いいよね。本編に登場した機関派短いのにインパクトが強すぎるラスボス好き。まずビームサーベルとライフルが大型なのがいいわ。それに大型ドラグーンのおかげで背中の突起にメリハリがあるし、とてもかっこいい。ラスボスの中だと地味めな配色だけど、それが逆に威圧感を生んでるよね。デスバのインパクト強すぎる。プラント走り回ってる時からの術装、いろいろとジオングオマージュなのよね。それまでオールレンジ攻撃派序盤のメビウスゼロのガンポットによる疑似的なやつだけで、最後の最後でプロビデンスによる完全なオールレンジを圧倒的の性能でお見せする特大インパクトよ。シードで初めてドラグーン使ったのを見て、あーこいつがラスボスかって一瞬で理解した。それまで仮面ってゲイツ乗ってムーの相手としてケリがつくんだろうなと思ってたら、これが出てきたから、あ、ムーさん死んだわ、というかキラカアスランの最終敵だわって察した覚えが。ドラグーン使ったミサイル撃ち落としがかっこよすぎるんだよな。ドラグーンのビームで網作ってミサイル迎撃するの好き。これで初登場ってマジ？タネシのレジェンド派これよりドラグーンの数減ってるんだよな。訪問43個派さすがにやりすぎだろう、という常識に基づいた判断によるものと思われる。真っ当な後継機な分何か地味な印象なんだよね。レジェンドドラグーンを展開しなくてもビーム撃てたり、ビームスパイク搭載したとか改良点がちょっとわかりにくい。元からドラグーン搭載機として開発されたレジェンドガンダム派別に上位互換じゃないんだよな。後継機ポジションのストフリンジャが足し算なのに対してレジェンドだけ引き算だからな。先代と似ているけど引き算の構成ってガンダム的に波量3機の記号なのよ。あくまで記号派だけど、そらプロビの方が強そうに見えるのは本編の印象だけじゃない。前提と伝説を並べると伝説がいかに改善された機体かよくわかる。一方で伝説派スマートにまとまりすぎて狂気もアンバランスさも表現された魅力が前提の面白さなんだと強く感じる。どちらもいいものだ。後継機のレジェンドにプロビデンスの名前が入ってない理由は全体戦後にクルーゼがプラント側の戦犯になったからなんだよね。でかい派かっこいいよ、地デイク機体。ドラグーンもだけど取り回しの悪そうな大型ライフル、サーベルと一体の小さなシールドって、クロート向けな武装の数々。信じられるか？このクロート向けの機体操縦してるのナチュラルなんだぜ。強化人間でもコーディネーターでもないただのナチュラルなのに何なのこのパイロット。やっぱフラが一家おかしいよ。知らぬさ、所詮人は己の知ることしか知らぬって言いながら、くっそ強いんだからインパクトあるし記憶に残るよ。普通のファンネルだったらそこまで印象ないんだけど、一つのファンネルに大量の方針がついてるからインパクト半端ない。ビームの細い弾幕出した瞬間、強すぎんだろと絶望したもんだ。ムーさんもやろうと思えばこれだけ操れたんだろうか。メビウスゼロが使えるならドラグーンは使える。メビウスゼロでそこそこモビルスーツとやれてたし、これに準ずるスペックはあると思う。割と明確にクルーゼムーって能力格差があるから無理。アルダフラがローテーでスペック的に失敗作扱いされたわけではないのがクルーゼ。母親の剣や性格的な確執派置いといてもこの子ハーカンナー。
として扱いが無だからな。なんならキラがプロビデンスに乗ってそれができるかというと多分無理。何者だったんだろう、アルダフラが。作中で無類の強さを誇るミーティアをものの数分で簡単に解体する男。ちょくちょく近接戦闘も強いのが垣間見えるのがいいよね。でも真正面からミーティアに切りかかって平気なのはさすがにおかしいと思うんすがね。一応ミーティアに切りかかった時は事前にドラグーン弾幕で追い込んでたから。こいつが死にかけのアークエンジェル見逃したのはいくらなんでも脚本都合だったよな。クルーゼ派終盤の状況作った時点でどう転んでもいいから、アークエンジェルなんてほっといていい対象なんだ。見逃す理由もないだろ。すぐにフリーダムが来てるから見逃すもクソもない。そもそも撃墜できる状況になかった。ついでに言えばディアッカも即応戦してた。正直あそこでディアッカ死ぬと思った。慌ててミサイル撃ち尽くしてなかったら誘爆で死んでたらしい。バスター派ミサイルいっぱい積んでるので誘爆したら終わりなんですよ。一応ディアッカ派撃たれると同時に迎撃と合わせてミサイル全部放出しているから誘爆流れたっぽいけど。ラスボスのくせにこれより好きな機体今後出ないと思ってるくらい好きなガンダム。出てきてムーさんはじめネームドキャラをボコボコにして数話の間すごい無双してたミーティアも圧倒。いやずるいって強すぎて好きになるって。機体のラスボス感とパイロットのラスボス感が合わさり最強に見える。同胞を守るための勇気ある戦いがいつしか自由と正義の戦いになり、やがて神との制約を果たしたソレ派設立へと至る。このあたりのネーミング派ザフトの傲慢さ極まってて最高に好き。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。